キャンベラは P&O によって1961年から1997年にかけて運行された客船である。当初は定期航路に使用され、後にはクルーズ客船として用いられた。北、アイルランドベルファストのハーランドウルフ造船所で1700万ポンドかけて建造され1960年3月16日にパティメンジスによって浸水した。 1958年3月17日、オーストラリアの首都キャンベーラにちなんで命名され、1961年4月28日に、就航、ベリファストからサウサンプトンに向かった。P&O は、キャンベーラを、イギリス・オーストラリア間の定期航路で、運用するために建造した。しかし、Z 旅客機の登場を待つまでもなく、この航路の需要は減少していた。それは、 オーストラリアへの移民の減少と第二次中東戦争によるスエズ運河の封鎖のために採算が低下したためである。しかしながら、キャンベラは1974年にはクルーズに適応するよう改装された。定期航路用に建造されたものの、その後大きな改装を受けることもなく、クルーズ客船として長く就航することになる。キャンベラの特筆すべき項目は、 ターボエレクトリック推進を搭載していたことである。推進軸と機械的に結合された大型のモーターによって推進した。それまで客船向けに製造された蒸気タービンの中で最強の出力を出すものだった。42,500馬力を発揮した。電気推進を採用したことは経済的に優位に立つことができた。やがて、 運航開始から30年以上経ち、1990年代にはディーゼルとガスタービンにより発電する電気推進船が就航した。1982年、フォークランド紛争勃発に伴い、イギリス国防省に徴用され輸送船として用いられた。その時のニックネームは大きな白いクジラであった。戦後キャンベラはアルゼンチン軍の兵士を国に送還し、 その後サウサンプトンに帰還した。長い修理の後、キャンベラは観光船として民間サービスに復帰した。フォークランドオフンにおける功績によりキャンベラはイギリス国民によって非常に人気のある船となった。キャンベラのチケットの売り上げは大きく増加した。しかしながら最新の船に比べて燃費が悪く運用コストがかかることと洗礼の増加により、1997年に 引退することとなった。最後の公開は10月10日から31日にかけて行われた。引退後はスクラップとして売却され、翌月パキスタンのガダニ海岸に牽引された。ありがとうございます。